中高年ゴルファーは早くアイアンを諦めれば諦めるほどゴルファーとしての寿命が長くなります。歩ける限りゴルフを楽しみましょう。ゴルフ道場ハゲ、パーシモンハゲでございます。冒頭にもう結論を先に話しましたが、今回の動画は中高年の皆さん、これ私もうずっとやってきてるんですが、アイアンを早く諦める、アイアンを使いこなすということを諦める、そしてハイロフトユーティリティやハイロフトウッド、ショートウッド、こちらを使う、そうするとゴルファーとしての寿命が長くなりますよというお話を今回はしていきます。私ですね、先日動画もアップしましたけれども、素振りの練習器具を使って久しぶりに腰を痛めてしまいました。皆さんにも大変ご心配をおかけしまして本当に申し訳ございませんでした。まあ、もう長く私のチャンネルを見てくださっている方はもうご存知かとは思うんですが、私プロゴルファーを目指してゴルフ場で研修生をしていた時にですね、ぎっくり腰をやってしまいまして、まあその後もね、そんなぎっくり腰をやってしまった状態で、まあ練習をしこたまやってしまったりとか、無謀なドラコンに挑戦してしまったりっていう、腰に負担をかけるようなことばかり20代30代でやってしまって、その結果が今の歩ける限りゴルフを楽しみたいっていう私自身のメインテーマにたどり着いたんですね。もう私の腰椎は4番と5番が変形してます。これはレントゲン撮って、もうお医者さんからはっきりと言われました。加藤さんのは変形してます。これ若い方の正常な骨です。加藤さんのはこうです、明らかに変形してますよって言われたんですけれども、幸いに香織先生に教わったストレッチ、私がやってるのは足の指と手の指をこう組む、それをお風呂の中でぐり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 やるんですけど、これ組めない人結構多いんですけどね、まあそれをやっていることによって腰痛は出ていないんです。今全然生活に支障はないですし、ゴルフにも支障はない。もちろんゴルフの方は支障がないようなクラブに変えてスイングが変わってというところではあるんですけど、そのお話です。今回はアイアンを諦める、結局先日私が素振りの器具を使った、あの振りができないとアイアンって使いこなせないんです。あの軽い方の素振りの練習器具の軽い方でヒョンと振ったあの振り、あのここのヘッドが走るスピードが出せないとアイアンっていうのはやっぱりしっかりとスピンが入らない、球が上がらない、球が止まらないっていうことになりやすいんです。私もラウンドレッスンでコースに行ってまして、よその組見ます。特に前の組で詰まるとその前の組と見ますけど、やはり60代70代の方、アイアン一生懸命打ってるんですけれども、スピンが入らずにこういう球で落ちてからゴロ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 転がってしまう、もしくは高く上がってるんだけど上がってるだけで前に飛んでいかない、飛距離が出ない、この2パターンが非常に多いです。でもね、アイアンを一生懸命使うわけですよ。皆さんキャディバッグにアイアンがいっぱい入ってるんです。これが体を痛みつけてるんです。私の場合はもう変形してますから、これ以上痛めつけようがない、ひどくなったらもう歩けなくなるかもしれないっていうような、もう最悪の場合ですね、こともあるので、歩ける限りゴルフを楽しみたい、もちろん歩けるようにしていなきゃいけないっていうのはあるんですけれども、そのためには負担がかからないクラブが一番いいんです。もちろんアイアンも今アイアンでも球上がりやすい、距離が出るっていうのがたくさん出てるんですよ。でもそれでもやっぱり形はアイアンなんですよ。
まあ、一番代表的、最近の代表的なので言うとヤマハの UD プラス2なのかなと。もうか明らかに番手が2番手ずれている。 UD プラス2の9番アイアンは通常のクラブの7番アイアンです。数字ずらしてあるんですね。当然ロフト角も立ってます、9番といえども。でロフト立ててソール分厚くしてえぐれを深くして球が上がりやすくとは言う、設計上そういうふうには作られているんですけれども、所詮アイアンなんですよね。形状アイアンなんで、さっき言ったようにここのスピードがないとスピンが入らない、球が浮かない、球が止まらないっていうことになってしまうんです。やはり60代70代、まあもっと言うと50代、我々アラフィフ40代後半の方なんかもそういう方非常に多い。私が話しているのはあくまでもエンジョイゴルファーの話です。アマチュア競技に出る人とかそういう人はまた別です。あくまでも練習、週に1度2度、もしかしたら月に1度2度の練習でラウンドが月1だとか月2だとか2ヶ月に1回だとか、とにかくまあなかなか行けないよと、でもゴルフ楽しみたいんだよっていう人が、そういう方のために私はこの動画を配信してますんでね。でそのアイアン形状では結局のところ変わらないんです。はっきり言ってしまうと変わらないんです。だから早くそこを諦めてほしいんです。どうしてもそれをしっかり打とう、さっき言ったようにスピンを入れたい、球を上げたい、止めたいってなるとスイング頑張っちゃうんですね。でもそこをスイングを頑張らなくても今それが補えるクラブっていうのが非常に、そこのラインナップが非常に増えてるんです。ユーティリティの角度がついたハイロフトのユーティリティ、そしてフェアウェイウッドもちょっと前だと7番ウッドでもかなり寝てるねだったけど、9番ウッド、13番ウッドなんいろんなロフトが寝てるフェアウェイウッドがいっぱいあるんです。でその中でも私がおすすめするのはフェアウェイウッドの方、ロフトがガバッと寝てるフェアウェイウッド。これなんで私がフェアウェイウッドをおすすめするかっていうと、まあ私の今使ってるエースのフェアウェイウッド、こちらオリマーっていうね、まあ安価なクラブを販売してるメーカーなんですけど、そこの15番ウッド、ロフト33度です。まずソール見てください、幅広いですよね。フェアウェイウッドなんで幅広いです。そして次フェース見てください、非常に薄っぺらいですね。薄っぺらいです。もうボール置いたらボールこっから上出ます。そして構えたら33度なのにフェースが真上向いてるかのような印象です。明らかにアイアンと違いますよね。まずアイアンとの違い、一番大きな点はヘッドが大きい、ソール幅が広い、フェースが薄い。そしてもう一つ、シャフト線上よりも、シャフト線上よりもリーディングエッジが前に出ている。ヘッドが大きい、ソール幅が広い、薄い、出っ歯、この4つ、これが歩ける限りゴルフを楽しめる、スイングを身につける要素がこの4つなんです。私もね、正直最初これ違和感がめちゃくちゃありました。ちょっとこれ使わないでユーティリティに行っていた時期もあります。私も普通にアイアンは使ってました。徐々に上の番手5番6番減っていきました。で7番も減らしちゃいました。この頃はユーティリティでここを埋めてました。で8番アイアンから使ってました。でもこれももっと楽にしたいぞということで、スポルディングのハイボールパワーアイアンというものを使いました。これも非常に良かったんだけれども、やっぱりアイアン寄りなんですよ。形状がここまでソール幅が広くない、ここまでフェースも薄くない、厚みが薄くない。
で、そのアイアンがだんだん少なくなって、ハイボールパワーアイアンみたいなアイアンになって、で、ユーティリティ、ワンサイダーショートユーティリティですね、あれになって、今はこれになったんですけれども、その全部を網羅してきた中で、なんでそうやって変わってきたかって、楽な方、楽な方、楽な方へ変わってきて、今に、今のここなんです。ワンサイダーショートユーティリティも非常に良かったんですよ。でもあれとこれの違いはやっぱりこのソール幅。そしてもう一つ、フェアウェイウッド、アイアンユーティリティフェアウェイウッド、当然シャフトが長くなってくる。当然これの方が長いです。同じ33度でも全然長いです。長い方が距離出す。楽に距離出るんです。自分が一生懸命振んなくても距離出る。そして高さも出せる。で、これがものすごく違和感あったのは、最初に言った4つ。4つこれ利点なんですけど、最初はこれが非常に気持ち悪かった。ヘッドがでかい、ソール幅が広い、フェースが薄い、出っ歯。これが気持ち悪かった。なんで気持ち悪かったかっていうと、自分がアイアン打ちだったから。アイアン打ち。自分でスピンを入れるような打ち方をしていた。アイアン打ち。今も当然アイアン打てるんです。アイアン打ちじゃなくなって、こっちがこっち寄りの打ち方になったんですけど、でも昔よりもアイアンも打ちやすくなった。使ってませんけど、たまに打つと非常に前よりも打ちやすくなった。それだけこのクラブっていうのが、そういう無理無駄のない体に優しいスイングを教えてくれるクラブなんです。やっぱりクラブでスイングって変わってきますので、これはね、未だにこの後のモデルかな、ちょっとこれは古いモデル、まあこれももう販売してるんですけど、なかなかね、私がね、これはいいよっていうクラブが買えないクラブが多いので、まあ A グラインドジュニアだったりスキッターのシャフトだったり、なかなかね、買えないものが多かったんですけど、これはね、安いし、ネットで、ね、検索すれば出てきますんで買えるんでね、ぜひ皆さんにね、使ってほしい。でね、最初うまく打てない、気持ち悪くても、とりあえずそれ続けて練習してほしい。そうするとスイング良くなりますから。で、これもいろんなロフトがあるんですけど、一番寝てるロフトを試してほしいんです。なんでか、一番ロフトが寝てるやつだと、もう下をスルッと抜けるぐらいのインパクトの感じと、球がスコーンって上がるのを体感できる。いつも言ってますけど、球が上がる、捕まる、こういうクラブで練習するとスイングは良くなります。スイングの諸悪の根源ってこの2つなんです。球を上げる動き、捕まえる動き、自分でやろうとする動きで、これらを、これがスイングを悪くする諸悪の根源なんです。だ、そのスイングのエラーをなくすには、どうやったって球上がる、どうやったって球捕まるっていうクラブで練習をするのが一番なんです。です。なおかつ練習だけじゃなくて、もちろん実践でも使えますよっていうクラブがこれなんですね。で、先日も視聴者さんからハイロフトのショートフェアウェイウッド、この出っ歯が気持ち悪いと、どうしてもこれが気持ち悪いんですけどっていう質問をいただいたんですね。まあ、ラウンドレッスンに来てくださるキュウリの一本漬けさんなんですけど、で、そのやり取りでね、私もそうでしたと、私も気持ち悪かったよと、でもその気持ち悪さっていうのはアイアンスイングだからなんです。ちょっとこう打ち込んでやろう、こうねっていうスイングだから、そうすると出っ歯気持ち悪いです。もうこのソール幅広くて出っ歯だと、こう横からもうシュンって払うように打つようになるんです。こうやって打ち込んじゃうと薄いから、とんでもない天ぷらみたいになっちゃったり、とんでもない右行っちゃったりするから、そうすると自然と、あまり使いたくない言葉なんですけど、ビハインドザボール、頭残る、肩残る、そしてクラブがピュッとヘッドが走ってくれるっていう軸が不動でクラブ
クラブヘッドだけしっかり仕事をしてくれるスイングを身につけることができるんです。この体は余計な動きしないクラブヘッドが仕事をするっていうのが、歩ける限りゴルフを楽しめることができるスイングだと私は思っています。はい、ということでね、別に私はこのオリマーの回しもんでも、これを売ったら私に何パー入るでももちろん何でもないんですが、それだけ楽なんでね。でしかもこのクラブいいよいいよなんて言ってるのはなかなかないし、いいよいいよって言ってたってそれはやっぱりなんかの宣伝なんですよ。実際に私みたいに使っててこれはいいですよって紹介してる YouTuber なんていないんですよ。 YouTube チャンネルなんてないんですよ。だからなおさらやろうと思ってね、これ本当に使ってますよ。もうこれ見ていただけると分かりますけど、フェース面にもね、やっぱコースで打ってるとボールに砂ついたりなんだりがあるから、だいぶ打痕もついてきたりして、ちょっとこのリーディングエッジのゴールドの塗装が剥げてきたりしてね、してるんですけど、まあ、私はねこれもちろんあのスキッターこういう柔らかいシャフトに変えてるんでさらに楽ちんなんですけど、まあ、このスキッターシャフトもちょっと高価なシャフトではあるんですけど、私みたいにね本数少なければ1本にしっかりお金かけても、そんなあのいっぱい使う人からしてみれば安いんですよね。でこの本数を減らすっていうのも、あのぜもう皆さんにもぜひともやっていただきたいんですけど、今回ねこのこれの紹介だけでだいぶ時間が長くなってしまったので、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ぜひ皆さんこれハイロフト、ガバッとロフト寝てる方、28あのなんかね30できるだけ寝てるのがあればある方がいいです。でオリマーおすすめ、あのバンってメーカーでもすごい寝てるロフトの出てるんですけど、あれちょっとアメリカの、まあ、これは中国で作ってるのかな、バンはアメリカのクラブでちょっとねあの、まあ、重かったり、あインパクトの感じが硬かったりとかっていうのがあるんで、その辺も私打ってるんで、そんなその辺のいろんなの打った中でこれがおすすめですよっていう話です。製造直販ゴルフさんでも出てるんだけど、これが良かったです。はい、ということで今回は中高年の皆さん、早くアイアンを諦めてハイロフトフェアウェイウッドで体に優しいスイングをマスターして、楽に楽しくゴルフを楽しみましょう、楽しんでくださいという動画でございました。今回も最後までご視聴くださった方ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。ごきげんよう。